ソウル城郭のパンフレットを見ていたら、まだ見学していないとこがたくさんありました。どこに行こうかな、というよりどこなら一人でも行けるかなが基準です。パラパラとめくっていると素敵な写真がありました。いいですね、ここに行ってみましょう。ということで、今日の動画はホンジェチョンという側にあるホンジムンを見に行きます。コネスト地図ではここ、地図の右下に石破邸、またこの右下にはチャンイムン、その右下にはチョワンデ、その下にキョンポックンと地下鉄3号線キョンポックン駅、こういう位置関係です。カンファムン駅からバスに乗り換えてフンジムンのすぐ近くまで行くことができます。はい、到着しました。すぐ横に案内板がありました。ここはソウル城郭の一つではなく、プッカンソン山とソウル城郭をつないだところなんですね。何やら工事中のようです。おばさんはどこに行ってもこういう工事中の現場なのが多いですね。こちら側に天閣がありました。ここの名称は最初は仏観門だったのですが、スッチョン王が直筆でホンジムンという天閣を下賜して公式な名称になったそうです。機能的に1413年に閉鎖されたスッチョン門の代わりに実質的な北の大門の役割を果たしたという説明もあって、おばさんはそのスッチョン門も気になっています。この門というかドアというか素敵です。門の隙間に GoPro を入れてみます。向こう側に見えている小さいもの、あれはピガクなのですが、あそこまで行く方法はないようです。なんて書いてあるのか気になります。
後ろ向きに歩いているのではなくて、カメラを後ろに向けて歩いています。隣の橋から見るとこんな感じ。門の横から城壁のようなのが出ています。説明文には韓国語でヨジャンと書かれていて、調べてみると城の周りに巡らした低い垣、また低い生垣や塀のことだそうです。1904年に撮影された写真では、このようにプンジ門から壁がつながっているのが分かりました。河川に降りてみます。降りてみるとまるでチョンゲチョンの散歩道のような雰囲気です。家族連れも散歩してますね。水浸しになってます。川の水がこちらの道にまで溢れて入ってきてるようです。数日前まで天候が悪かったので、その名残でしょうか。雨になったらここは通れないですね。足元が滑るのではないかとおばさんはとても怖かったですが、ここまで来たんだからと頑張っていきました。足は濡れなかったけど、スニーカーはびしょ濡れです。水の流れがきれいですね。
さんはスマホで写真を撮ってきます。さて、戻りましょうか。この位置は川よりも高くなっているのに、水門の向こうは高さが違うのね。それでこちら側にも水が入ってきてる。これが昔のまま、自然のままなら、まあ仕方ないけど、散歩道としてはちょっと危ないよね。アーチの上のこの装飾は何でしょうか。虎かな。王様の竜でなければ魔除けの動物かも。でも虎で魔除けってあまり聞かないかな。なんだか気になります。なんとか無事に水の上で滑らずに通ってこれました。ああ、ドキドキしたわ。出入り禁止と書いてあります。雨で川の水が増えて危険な場合、こうして河川に降りるところのゲートみたいなのを閉めて中に入れないようにしています。チョンゲチョンも同じようになっていました。ここは紅葉の季節も綺麗でしょうね。またその頃に来てみたいです。名残惜しいけれど、そろそろ帰ります。
ポンジムンの真横を通りたかったのですが、歩道がなくて仕方ないので反対側のトレッキングコースに入るところの歩道から移しています。イナンさんのハイキングコースです。おはようございます。おはようございます。移してたら急に挨拶されました。登山される方は気軽にそうされるんですよね。でも後ろから急にだったのでちょっと驚いてしまいました。今は修理されてこのような形になってますが、昔は城壁の形をした塀がつながってたんですね。いろいろ想像しながらバス停まで歩きました。ここまでです。最後までご覧くださってありがとうございました。